こんにちは、ゆんです。今日は久しぶりでね、久しぶりでもないか、 GU でお買い物をしてきたので、その購入品を紹介していきたいと思います。約ね、25,000円ぐらい買ったかな、3万円いかないぐらいのお買い物をしたんですけど、今回は今すぐ使えそうな服と、これから冬になっても使えそうなこういうセーターだったりだとか、小物なんかもね買ってきたので、いろいろ紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。 Here we go。まず袋を見せるとね、こんな感じでドドーンと大きい L サイズの袋満パンになったぐらい買いました。本当はね、 GU で服のお買い物する予定はなかったんですよ。家族と、あとフィリピンからおばあちゃんが来てるので、みんなでご飯を食べに行こうっていうことになってたんですけど、おばあちゃんが服屋さんに寄ってて、実は私の購入品以外にもおばあちゃんが一人買い放題をしてまして、私のカゴにボンボコボンボコ入れて全部でね6万円ぐらいしたかな。おばあちゃんの分は今回抜いてるんですけど、私の購入品紹介していきます。でもね、本当に GU の秋冬服、そして小物、ルームウェア、すっごい可愛くて、おばあちゃんが入ってくれたからこそ出会えたものがたくさんあったので、良かったなって思います。ではまず、もう着ちゃってるんですけど、こちら、じゃーん、こんな感じのグラデーションになっているピンクのセーターを買いました。結構前短めなので、ロングスカートとかハイウエストのボトムスとか合わせるとバランスいいかなって思います。で、こうドルマンスリーブみたいになってて、ゆるっとしてるので、すごい華奢に見えて可愛いです。肩もね、こうやって落ちてるから、肩幅も狭く女性らしく見えるんじゃないかなと思います。こういうブカブカのセーターの時はね、髪をこんな感じでまとめてあげるとめっちゃバランスいいです。こちらお値段が2490円です。で、これなんかね、一目惚れして、もう一色気になる色があったので、二色買いしてしまいました。こちら、じゃじゃーん。パープルのグラデーションになっている、同じセーターを買いました。私、身長が154センチなんですけど、今私が着てるのが M サイズで、こっちの紫の方はね、せっかくなんで、ちょっとダボっと大きく着たいなって思って、L サイズを選びました。これよーく見るとね、前がちょっと短くて、後ろが長いから、ダボダボで大きめなの着ても前が短くなってくれてるおかげで、足が長く見えてスタイルアップするんじゃないかなと思います。同じく2490円です。ちょっとせっかくなんで着てみます。せーの、はい、着てきましたってやりたいところなんですけども、いざね、撮影が終わって素材丸々取り込んでね、確認してみたところ、音声が本当ひどくて、もう聞いてられないぐらいだったの。私カメラをこう止めたりつけたりしてたから、マイクがちょっと抜けちゃったりしたのかなって思って、ずっとブー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 言っててね、耳障りだったので、今撮り直しております。つらい。 YouTube やってて一番ねしんどいかもしれない。3つぐらいね、このミスやだなっていうのが、まず1番が録画できてなかったでしょ。あと2つ目、ピントが合ってなかった。3つ目、これ初めてやったんですけど、今回マイクがちょっと半抜けしてて、ブーっていう雑音が耳障りすぎた。最悪。気を取り直して別日なんですけども、ちょっと撮影していきたいなと思います。本当に頑張ったんだよ私、撮影全部着替えてさ。2回目です、このくだり。はい、ということで、こちら色違いを買いました。可愛いよね、このさ、パープルとブルーのグラデーションみたいなのが大人っぽくて可愛いです。で、私はこのニットの下合わせてるのがこんな感じのロングスカートなんだけど、前はショーパンっていうお気に入りのスカートを着てみました。じゃあどんどん行くよ。次、こちら、じゃじゃーん、ドット柄になっている大きめのワンピースを買いました。これね、私 L サイズを買ったんですけど、実はもうね、この購入品紹介を撮る前に何回か着ていて、すでにお気に入りのやつです。生地がね、とにかくいいの。なんかすっごい柔らかくてしっとりした生地でね、すごい保湿力高めみたいな。あといいなって思ったのが、この生地洗濯して乾燥機にかけてもシワにならないところ。もうハンガーにかけてこのピンピンさ、めっちゃ着やすいし、お手入れも簡単なので気に入ってます。あと全部がドット柄になってるからね、これ一着でコーデが決まるというか。ちょっと着てみます。じゃん、はい、着てみました。こんな感じです。この中のシャツはね、私の私物なんですけど、可愛いよね、この袖がオフオフってなってて。
私はこういう大きめのね、ダボっとしたストレートのワンピースの中にシャツを着て、全体的にコーデを一旦ここで締めるのが好きです。ちょっと大人っぽく見えて可愛いよね。レトロでガーリーな感じにしたい方はシャツをこう一番上まで締めたら、こんな感じでちょっとお人形さんみたいなレトロ風なコーデになります。立ってみるとこんな感じです。154cm の私はこれくらいの丈になります。でね、いいなって思ったのが、この両サイドにね、ポッケがついてます。でちょっと色っぽくて可愛いなって思うのが、後ろにね、こう大きめにスリットが入ってて、歩くたびに足がチラチラ見えるのがすごい可愛いです。これはね、着回しもできそうだし、買ってよかったなと思います。年中着れそう。こちらのお気に入りのサテンキャミワンピース、お値段1990円です。安っ。そんじゃ次、ちょっと小物を紹介したいんですけど、小物第1号、まずこちら、じゃじゃーん。モコモコの耳当てがついた黒いキャップを買いました。可愛くない？これまずお値段が1990円でワンサイズなんですけど、もう1990円とは思えない、このモコモコの肌触りが最高です。気持ちいい。柔らかくてしっとりしてんの。そのおかげでね、めっちゃ高見え。かぶってみるとこんな感じです。なんかちょっとパンダみたいで可愛くない？こんな感じでございます。で、ここカチッっていうベルトになってるので、ここを外してあげれば耳当てがこう降りてきてくれてね、真冬もあったかいです。スヌーピーみたいになるよね。可愛い。こんな感じです。そんじゃあ次、もう一個ね、帽子を買いました。じゃじゃーん。グレーのニット生地になっているバケハを買いました。かぶってみます。これもね、もう何回か実はかぶってね、お外に出かけてます。結構ね、深めになってて、ちゃんとかぶるとこんぐらい深い。もう韓国の K-POP アイドルですかっていうぐらい顔が見えない。こんな感じだから、もしね、顔バレしたくない方などおすすめです。私は結構こう浅くかぶって前髪を出して、コーデの一つとしてね、かぶるのが好きです。こちらが990円です。安い。990円とは思えない分厚さ。ニットがすごい分厚くて、これまたいい買い物したなって思います。次、ラスト小物、こちら、じゃじゃーん。ベージュとブルーのマフラーを買いました。ちょっと巻いてみる。いろんなマフラーの巻き方あるけど、私はもう結構こんな感じで巻いてます。こういう大きめのさ、マフラーで首元ボリューム出るのすっごい可愛いよね。女の子が冬に可愛く見える、そんなアイテムなんじゃないかなと思います。これでさ、スタバのホットのコーヒーとかをこう両手で持ってふーって飲んでてほしい可愛い子に。こちらお値段が2490円でした。はい、次は冬に持ってたら可愛いアイテム見つけちゃったので買ってきました。こちら、じゃじゃーん。モコモコのバッグでございますね。冬にさ、こんなモコモコバッグ持ってたら可愛くない？結構ね、自立するの。こんな感じでへたらないというか、結構固めでしっかりしてるから、長く使えそうだなって思って買いました。あと手持ちまでモコモコでボリュームある感じがすごい可愛いです。あといいなって思った部分が、こうやって手で持ってても可愛いんですけど、中にね、ベルトがついてまして、肩掛けバッグとしても使えます。こんな感じで可愛いよね。めっちゃ可愛い。実はこういうモコモコバッグ持ってなかったので、この冬たくさん使おうかなと思います。お子さんがいる方とかはおむつとか哺乳瓶とかも入れれそうで、ちょっと近めのね、お出かけする時なんかにはちょうどいいサイズのバッグなんじゃないかなって思ってます。あと中に内ポッケがあるの。ここにね、すぐ取り出したいリップとか手鏡とか携帯とか入れておくと便利だよね。こんな感じです。可愛い。お値段が1990円です。しっかりしてるのに3000円以下で買えるのはありがたすぎる。 GU さん様様です。大好き GU、 本当に大好き。続きまして、こちらメンズコーナーから引っ張ってきました。じゃん。ハーフジップがついているプルオーバーを買いました。シンプルなデザインだよね。あ、後ろもね、裏肝になってる。あったかそう。よいしょ。上から羽織ってみます。着てみるとこんな感じです。可愛い。なんかさ、彼のパーカー借りちゃったよみたいな。ここを締めてあげてもいいと思うし、あったかいからね。こんな感じ。マフラーいらずで、ハーフジップのいいところはこんぐらい開けて、ここを折ってあげると襟付きのプルオーバーとしても使えます。可愛い。でさらにいろんな着方があるんですけど、これ全開にしちゃって、中今シャツ着てるんですけど、シアーのね、色付きのインナーとか着てあげたらすっごい可愛いと思う。ここに差し色を入れれる。プルオーバーの下に着ているインナーちゃんをチラ見せするのも可愛いと思います。
M サイズでこんな感じです。かわいい。やっぱね、メンズも可愛いんですよ。だからレディースだけじゃなくてね、メンズコーナー漁ってみるのもすごいおすすめです。 GU、 それでは小物は以上なので、ラスト2点、ルームウェア紹介していきたいと思います。やっぱ冬にはね、必須のモコモコパジャマ、すっごい可愛いの GU にいっぱい売ってました。他のね、ルームウェアもすごい気になって買いたかったんですけど、さすがにちょっと買いすぎかなって思っちゃって、買いたい衝動を抑えて2点に厳選いたしました。まずこちら、じゃじゃーん、くまさんのモコモコパジャマです。かわいい。上はね、ちょっとベージュっぽい感じなんですけど、実はボトムスはちょっと色味が違ってて、同系色ではあるけど濃いベージュになっております。色味がね、すごい可愛いなと思って買っちゃいました。着てみます。はい、着てきました。こんな感じです。なんかさ、この首元のね、立体感すごい可愛くない？ここがね、ちょっと分厚くなってて、首の空きも広めだから、ここに立体感が生まれてね、すごい可愛い。ぺちゃんこじゃないの、ここは。あとこの印象的なクマさんね、可愛い。ちょっとあざとめの可愛いモコモコパジャマなんじゃないかなって思います。狙いすぎてない感じで、足首がね、こんな感じでちょっとジョガーパンツみたいになってるから、トイレでズボンを下ろしても下にベチョってつかない。そこがちょっと楽ちんポイントかなって思います。いやー、この格好でね、彼女がうろうろしてたら相当可愛いと思います。次はね、もうちょっとあざといを通り越してる可愛さなんですけど、こちら、じゃじゃん、色味でもうわかるよね。こんな感じのパンダさんのモコモコパジャマを買いました。フードの部分がね、パンダの耳になっております。私、妹とお揃いでね、こういうパンダのルームウェアを持ってたんですけど、これが GU で安く買えるのがすごいなって思いました。感動してる。上はこんな感じの配色で、下はもう全部グレーな感じの配色になっております。こちら着てみます。はい、こんな感じになりました。いかがでしょうか。なんかさ、ちょっとあざとすぎるかなとも思うんだけど、家の中だし旦那さんぐらいしか見てないし、あったかくてね、可愛いならもうバンバンサイじゃんと思って、思い切って買ってみました。耳がついてる、可愛い。でね、マシュマロフィールっていう名前なだけあって、すっごい気持ちいいです。上質なモコモコって感じで、トップスのお腹の部分にポッケが両方ついてます。かぶってみるとこんな感じです。ちょっとこういうね、キャラ系のやつ動画で撮るのちょっと恥ずかしいんですけど、こんな感じでございます。パンダさん、こう深くかぶったら鼻まで隠れちゃいそうな勢い。大きめのフードかわいい。こんな感じでございます。お値段が2990円、安い。3000円以下でこのモコモコさ、だってさ、裏地もね、しっかりこのモコモコの生地を使ってて、この安さはアパレルを私もやってたので、原価大丈夫って心配になってます。それぐらいね、買って損がないのかなって思ってます。ということで、 GU で買った3万円分の購入品は以上になります。お腹鳴った今。お腹空いちゃった。ということで、少しでもね、誰かのコーデの参考になれたりだとか、実際に私のこの動画を見て、わあ、同じの欲しいかもって、こう購買意欲がこの動画でね、高まってくれたりしたら、すごい嬉しいなって思ってます。購入品紹介、少しでも好きだなって思ってくださった方は、高評価とチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。みんなで一緒に頑張って100万人いこう。以上、ユンパンダでした。それでは皆さん、今日も一日お疲れーション。バイバイ。パンダパジャマ、あざとくてかわいいよ。